ジャスキサバリエレのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ギタリスト紹介します。それも女性のギタリストですね。はい、今日お届けするレコードはこちらになります。はい、ここにありますが、エミリー・レムラーというギタリストです。見えますか？ちょっと少女のような感じがしますけど、はい、若いですよね。はい、その、エミリー・レムラーが、ディ・エミリー・レムラー・カルテテイク2、テイク2という一応レコードタイトルにしてるんですね。それでピアノトリオを従えて、彼女のギタリスト、この4人の編成ですね。ベースにはドン・トンプソン参加してます。それで、ですね、このエミリー・レムラーという人はですね、1981年にファーストアルバムを出してるんですね。ファイアフライというレコードを出します。これが2枚目になるんですかね。翌年ではあるんですけれども、そういうレコードなんですけども、彼女非常に残念なことにですね、32歳で亡くなってるんですね。1990年、ちょうど私は同時代だったものですから、女性のギタリストで、グイグイ来る、ラリー・コリエルと、2人でやってますし、デュオで、非常に実力の持ち主で、非常にキレのいい、切れ味鋭い、ギターを弾くんですね。レコードの中にはオクターブ奏法もウェス・モンゴメリーを、思い浮かべるような、オクターブ奏法もやってます。バラードもやってます。それで今日はですね、やはり、彼女のこの切れ味、プレーをですね、お聞きいただくためにですね、彼女に、オリジナルの曲をお届けするんですけども、すごくいいですよ。すごくシャープでノリがあっていいんですね。本当に、彼女が亡くなった時は、びっくりしましたですね。ちなみに彼女、ピアニストのモンティ・アレクサンダーいますよね、と、夫婦でした一時。はい、なのでどうでしょう、この姿のまま亡くなったなという感じがします。はい、では、貴重な女性のギタリストですね、エミリー・レムラーで、彼女のポケットウエストという曲をですね、お届けします。いいでしょう。これはジャズはいいよ。Thank you.
Thank you.